はい、次からやっていきましょう。皆さん、ライッチャー赤井窓と申します。前回は、何だっけ、ピエロの勝利をやっつけたんでいいんだよね、あれは。で、多分降りるんだよね。おー、なんか怖い。こっちか。列車長いな。ここずっと走っててんな。大丈夫？大丈夫？誰も来へん？誰も来へん？来そうやな。来そうやな。ん？ああ、ああ、最後の部分か。うわお。ん？地獄？地獄ですか？ちなみにこっちは。ああ、なんかある。で、ちなみにここは、こまま帰られへん。お、え、また続く。え、来るんちゃう？来るんちゃう？ん？なんもない。え、これ戻ったら？あ、ループバージョンやな。はい。じゃあ、今から時刻に行ってみたいなと思います。うわ、うい、あい、閉じ込められた。もう怖いわ。とりあえず全部。ここは、ここは何で、なんか地獄、嫌な場所やけど地獄っぽい感じではなさそう。で、なんか書いてるね。殺されるか自分で死ぬかお前が選べ。ふざけんなよ。え、つか、これをさ、武器にしようっていう思わへんみことちゃんがすごいな。で、何も入ってない。ん？お、お、頻度6、やった。ここはまだ何もないからちょっと、嬉しい反面、警察署にヒントあったっけ？あ、後編なんや、チャプター3、過去後編って書いてるんや。はい。回避、あ、撃退ポイントはないけど、回避ポイントというものがありました。はい。時間が0になると、追跡者が部屋に入って侵入してきます。はい。回避するような場所を見つけてください。一度回避失敗したところは二度と使えません。いや、逆に失敗するんや。それを聞いて、ショックだった。さあ、この不気味な剣の、剣か十字架かどちら、まあいいや。下行こう。ここ何？なん、特に何もない。錆びてる。なんか怖そうやな。よいしょ。特に何もない。取って何もない。ほんま、ここでどこなの？さあ。ほんまに不意打ちで来るからね、怖いねんな。さあ。お、いけた。いた。あ、でも、あと PGM もなんかちょっと不気味さが。助けてください。お、引っかかった。バカ。で、多分やけど、ここで、そう、5秒しかないの。3。ベッド、OK。いません。かえで。よかった。ここ隠れられへんかったか。でしょうね。
わで、うわ怖いなこれ。ちょっとなんか曲も怖くなって、よいしょ。で、机がある、何も入ってない。写真、お、あ、あ、これはもらえるとかじゃないんや。これ一定時間経ったら、ちょっこれちょっと俺の編集技術でなんとかなるかな。さっき剣の剣か十点、まあ剣でいいしよう。剣の写真のやつあったじゃないですか。持つところが赤くなってるんですよね。これなんか編集できるかな。ま、未来の自分に任せよう。で、なんかあるんかな。で、怖いな。奈落？どういうこと？穴か。で、この日々はなんか、これは取られへんのか。そうかそうか。じゃあちょっと、さっき言ってたあそこにちょっと行ってみましょうか。ここら辺になんか赤いのがあったな。お、見た！何？どっち？上なんもない。こっち不自然になんかあったなと思ったら、案の定やった。さすが。もうなら、うわ、す、もう、もう気持ち悪い。で、さあ。あれ、行き止まり。わあ、怖いわ、マジで怖い。来そうやねんな。奈落から、あいつが。ん？お、なんか、変なスイッチがあるけど、即死じゃないよな。え、終わり。何やったんや。一体何やったんや。さあ、ドラム缶。ん？何が？お、鉄の板。あ、ボロボロの服、匂い。机は何も反応がない。でも今思ったら、このゲームあれですね、敵が出てくる条件、物取ったら出てくるよりも、これ下もない。なんか、通過したらっていうような感じが多いのかな？悪魔！よいしょ。へい！じゃ、上。何がある？何がある？ 4、こっち、オッケー。かえれ。か、ちょ、よっか、おー、怖い、さっき。こういうの、アイテムを取ったら出てくるよりも、なんかどっかに通過したら出てくるタイプだよねって言おうとしたら、案の定そうだった。くそー。おぉ、証券文字。特に何もないのかな？さあ。このモンスターゲームに、何のモンスター？え？そういうこと？ミコトちゃんの夢のな、が、ん？ミコトちゃんがやったことのあるゲームの世界ってこと？どういうこと？ん？お、赤い方。これは使えるの？異界の鍵、いらね、怖え。ほんまに気味が悪いわ。
題名のない本ばかり。なんか、そういうテレビ番組があったような気するな。ほう。いや、まあ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 。なんだ、ほんまにこれは趣味が悪い。死体が載った写真集。この場所。あ、だから左が本の内容で、右がみことちゃんの感想か。で、あ、で、みことちゃんやったことあるゲームの本か、いうのがあるということでいいんですね。で、ちょっと左、行ってみましょう。なかったです。え、じゃあどうすればいいの？え、だってさ、ん？こんなんあったっけ？いや、なかったよな。なんかあったって、なんかありましたって。何？襲いかかってけんよな。ああ、見た。ああ、何？なんか動いたの？なんか動いたということでいいの？で、多分やけど、一回管理室なんや。何そのなんか重要。ここやろ。やっぱり。で、セーブして。うわぁ、来そう！来る！もう来る。もう来る。ない。ない。ん？以上？特に何もない。ここもな、ね。え？あ！そうやって。足場にできるんじゃない？足場に。なんか、もう、よいしょ。超ビビりながら。おすげえな、セーブ回数、もうトップレベルにしてるような。お、やった。セーブ。あー、ここは隠れろって格好だな。で、今更やけど、あれやね、多分あれ押したらなんか、どっかが開くっていうシステムなんだろうね。で、右が何もなかったと。そろそろ、びっくりさせるんではないでしょうか。よいしょ。えい！あ、やばい。どうする？おー、逃げれた！どうする？よし。ここで、ロッカー。帰れた。やったね。よいしょ。で、あ、なんか、そうや、なんかあったな。くそ、ここか。もう、寝室鬼没やな。はい。うわー、何ですか？あ、4735。で。多分予想からするに管理室のあそこだと思うんだけど、なんか開いてるー。え、コードは、ま、何やったっけ、4735。間違え、ごめんなさい。47。お、ん、どうなした、どこが開いた、こっち、左のこれではないのかい。まあ、じゃあ、時間もいいところなんで、今回はここまでにしましょう。はい。では、またお会いしましょう。それでは、バイチャー。